どうもタップチャンネルです。で今回ワークマンでこの980円の厚底サンダル購入しました。で色味がオレンジ色にしました。でこれ3色展開で黒系とこのオレンジ色系とあとミントグリーン系の3色展開になってます。ですごい厚底なんで身長かなり漏れます。でソールのパターンがこんな感じです。結構デザイン性があるかなと思います。で、サイド。ファインドアウト。ロゴがちっちゃくなりました。はい。去年はこの辺にデカデカと入ってたんで、それが嫌で去年は買わなかったんですけど、今回ちっちゃくなったんで購入しました。で、こんな感じのデザイン。ボコボコしています。履いちゃうとそんなボコボコ感はありません。はい。で、このデザインですね。はい、これホカですね。もうホカのサンダルで2年ぐらいのモデルですごいそっくりなやつがありまして、おそらくそれを真似したんじゃないかなって言っても過言ではないぐらいですごいそっくりです。この辺の幅が、まあ、若干違うんですけど、こういうこのつなぎ目の部分なんかもすごいそっくりなんで、まあ、よかったらネットで検索してみてください。すごいそっくりなんで。で他をねお値段と1万円ぐらいするんですけど、まあ、ワークマン980円ということで、僕はサンダルに1万円はちょっと出せないんで、ワークマンのこのサンダルで十分満足してます。早速履いてみましょう。で早速履いてみるとこんな感じです。で僕は普段スニーカー27.5 センチか28センチぐらいは履いてるんですけど、でそんな僕でこのワークマンのサンダルは LL サイズ購入しました。靴下履くとこんな感じ、うん、こんな感じですね。はい、これで980円なんで、僕はもうこれで十分満足してます。まあ、今なんとなくこのスウェットパンツにちょっとこのソックスインしてるんですけど、まあ普段はソックスインはしないので、まあまあ、撮影用というか、まあ、そんな感じでやってるだけなんで、これはソックスインはあんまりおすすめしないんで、やりすぎ感が出ちゃうと思います。ソックスインはなんで普通の人はやんない方がいいと思います。普通にこうですね、こういう風に履いた方がまあ間違いないかなとは思います。はい、こんな感じですね。まあサンダルなんでやっぱりこういうスウェパンとか、まあこれからだったらハーフパンツだったり、まあその辺が合うかなとは思います。で普通に街履きだったら靴下履いた方がまあなんとなくいいかなという感じはしますね。で水辺のレジャーだったら当然靴下は履かないんですけど、まあ、そういう感じで履いていこうかなと思います。結構いい感じで、ありがとうございました。